おしまいです。また YouTuber's Life の続きやっていきたいと思います。もう視聴者が14万人になりましたよ。すごいですね。前回の終了からちょびっとだけ動画を作ったりとかね、してお金を貯めていたんですけれども、実はですね、もうレベルが16になる直前で止まっているんですね。でここを見てると、この家で到達できる最高のレベルに達した、家はレベルキャップみたいな感じみたいです。引っ越しをすると、さらにレベルが上げられるようになりますよってことなんで、もう強制体質ですね、はっきり言うと。ミッションログを完了して次の家に引っ越そうということなんですけど、これ長いから別にもう無視しちゃってもいいような気がする。で1個ね、スキルが解放できるみたい。これ何、これなんか、あ、これ押せばいいのか。ゲストスター、友達の動画にゲスト出演することで、その友達の登録者の一部を獲得。なるほどね。こっちの方全然上げてないけど大丈夫かな。これはなんだっけ、アクションゲーム。あ、なるほどね。高評価を獲得するって関係あんのかな。でもこの先がね、ちょっとどうなんだろう、ハマってる。作ったゲームプレイ動画の数でゲームの再生数が上昇する。なるほどね。まあいろいろあるみたいですね。攻略、あ、攻略動画ね。ただね、これかなりプレイする必要があるっていう書いてあるんですよね。だから動画を撮る前にプレイす、単純にプレイするってことはできないから、やっぱり攻略動画の前にゲームプレイ動画を何本も上げなきゃいけないってことだと思います。で、あとはイースターエッグ、イースターエッグね。ゲームプレイ攻略スピードラン動画で登録者を 6% 獲得する。なるほど、これは必要かもしれないね。ここに至るまでが長いけど。スピードラン、フォロワーにまだ実行されていない小技やプレイを見せてあげよう。これを成功させるにはそのゲームを極めている必要がある。ゲームを続けてるとそういうステータスが追加されるのかな、ちょっとわからないけども。レビューね、レビューも重要なんだよな。あとここにアンボックス、開封の儀だね。開封の儀、私はあんまりやらないけれども、任天堂スイッチ来たらやりたいなと思ってるんだよね。じゃあゲストスターとりあえずやっときます、一つね。はい。だんだんここもね、ブロガースキルが上がってきてるはずなんだけど、ハッシュタグが未だに使えなかったりね。多分ね、この家じゃ使えないんじゃないかなっていう私のちょっと予想で。一応ですね、お金貯まったので、あとこれとかは、あ、こう続ける、まだ残っちゃってるね。これどうなんだろう、引き継げんのかな。あ、もうちょっとで終わるからこれ終わせちゃいます。で、ちょっとしばらくカットさせてください。さあ、飲まず食わずで続けております。初級の演技力もう終わると思うんだけど、あ、終わった、終わった。 OKOK、 じゃあこれで引っ越せるね。パフォーマンスが上がったから、うん、多分動画がいい動画ができるようになるんじゃないかなと思うんだけど。食べる食べる食べる、食べ物を購入、ちょっと購入だけしてみます。ネットサーフィンをしていると、この人物が彼女の人生を5秒で台無しに、信じられないというリンクを見つけた。無視、それでいい。ソーシャルネットワークのフォロワーにコロウイルス先生喜んでもらえたんだって。じゃあちょっと待って、ミートスパゲッティ超腹減ってるみたいだから、まずは死ぬことはないだろこのゲームで。ああ、いきなりすごいマックスになったぞ。さて、ということでですね、引っ越ししましょうか、自分の家。はい。学生用のアパートから2部屋のロフト、今までかかってる費用が80ドルなんだけど、それが320ドルっていうちゅうことでね、すごい費用がかかるんだけど、パソコンが2台になったりするんで、これで多分ね、コラボができるようになるんじゃないかな。引っ越す前にルームメイトに言うべきことを決めなきゃいけなかった。もっとスペースがいるから大きいアポの引っ越ししたいらしいね。君の最高のルームメイトに私に一緒に引っ越ししても、もらわないでいいのか。どういうこと。日本語が片言なんだけど。俺さ、女の子がいいんだけどダメ。やめておく。君のためにこの部屋を見つけたらこんな出張するのか。ああ、友達が減っていく。失敗することを祈っているよって。いや、でもさ、別に、一緒に、常に一緒にいなきゃいけないってわけでもないよね。一緒に離れて住みましょうっていうことだから。別にいいと思います、私は。そんなこと言わなくてもいいと思うんだけど、新しいアパートは広くて素晴らしかった。ここで自分の YouTube チームを作り始めたんだ。マイチャンネルの最初のコラボレーターを雇って動画を2倍多く作るようにして登録者を増やし続けた。コラボレーターシステムってはよくわかんないけどね。だってこの人たちに給料払うわけでしょ。そんなの相当稼がないとできないってことだよね。
毎月の給料を受け取る代わりに決められた予定の指示に従って動画を作る能力を持っていた。そうだよね。アパートに来て作業し、家に帰って休む生活をしながらね、1本で2万円ぐらい、2万円も稼いでないのにさ、そんなやったら赤字になっちゃうんじゃないの。契約で1本20ドルとかまでにしないと。じゃあとりあえずですね、一回ちょっと寝ましょうか。で、ルームメイトがいないってことは、家賃を一人で背負い込むわけでしょ。でもルームメイトがいても家賃は変わらないわけだから、どうなんだろう。なんかあの人紐みたいじゃんって話だよね。なんで俺が全部払わなきゃいけないんだよって言って。これ640ドルなわけじゃないでしょ。今の家賃とかって調べられる？このボタンを押すとね、いろいろ見れるみたいなんですよね。警告、これもねマジで YouTube ページにあります。あの著作権違反とか繰り返してるとチャンネルが止まります。はい、所属ネットワークっていうのをちょっとわからないんだけども、これまああの MCN っていうね、マルチチャンネルネットワークっていうものに、まあ、所属してる人も多いと思いますけれども、入らなくてもいいんですよ YouTube ね。だからまあ宣伝とかその他の質問とかをねやってくれるとこなんですけど、高級アパートに引っ越さないとネットワークには参加できません。そんな住まいで区切られてんの？なんかひどいね。なんか他にもいろいろ見れるね。なるほど。まあまあいいや。とりあえずですね、ルームメイトを探そうか。ウォルターはすげえ怒りのマークになってる。ミカエラちゃんとあれをまず家に呼ぼう。はい、彼女たちがいないとね話が進まないから、ミカエラちゃんとクララちゃんがねちょっと危ないとこなんだよね。ちょっと一回映画を断っちゃったから、行く行く行く、映画行くよ。多分なんか映画好きなんだろうねこの女の子は。じゃあとりあえずですね、またゲームちょっと、あ、もう速攻連れてかれんの？俺なんか変なコスチューム買ったよ、ほら。これアウトじゃねえの？悟空みたいなマークがついてるけど大丈夫なのこれ。あれ俺セットで買わなかった？違うのかな。もう明らかに場違いな靴を履いてるんだけど。裸足っていうコメントがないから、あれがないからね。メガネなしでいく？ピアスとかどこで買うんだろうね。じゃあこれでイベントに行きましょう。映画行くのにこんな格好で行くの？ただのコスプレイヤーなんだけど。まあいいや、行ってきます。さあ映画に入る前にだよ、新しい、あ、ちょっと待って、この人クララちゃんはどんな塩梅なの？もうただのインタビューを撮影とかあるね。ちょっと撮影してみる？インタビューを撮影する。はいはい、これ新しいね。さあ動画作った、動画作ったけどなんか失敗しちゃったよ何回か。まあしょうがないね。嵐のする獅子王って何これ。嵐のような批評みたいな、嵐を呼ぶ批評って感じかな多分。モノマネで挨拶系ないもんね。はあ、最近これ動画、あーどうしようか。この緑色のやつは結構あるんだよね。音楽とこれが減るんでよくあるないんで、これともうない、選べない、新しいカード選べないか。 OK、 じゃあ女の子とはあとは人について話してみる。大企業の販売担当者は今夜ここに来てるらしい。ん、全員と話して見つけるつもりだよって。これなんかヒントをくれてんのかな。これ踊るとかがないからやっぱりちょっと関係性はなかなか上がらないよね。プレゼントあげてみる。ただ、はい、上がってるけどこんなん何百個もあげないとダメだよ。で、あと女の子を新しく探すか。じゃああ、この女の子どう？ファッションについて話してみよう。さあ今回はコスプレしてきたからね、ファッションには興味ないだって。着てる服を見たらわかるだろうって。そう？なんかその赤いこの、あ、何これ頭につけてんの？あれ80円台の人ですか？アローについて話すよ。ああ喜んでるね。とりあえずこの女の子を集中攻撃します。ジメナちゃん、ね、さあデートに誘うとこまで来たぞ。デートに誘ってみる。
こんな大胆だなお前大胆だな。最近って会ったばっかだけどな人について話す。じゃあこれで OK かな、うん、さて大半の人と喋ったけど販売担当者というのは、ああなんかプレスのためにポーズだって。そうなの？プレスのためにポーズ。ちょっと女の子近っ。もう行っていいですよ。来てくれてありがとうございます。バウンサー。あ、バウンサーっていうのはあれだね、なんていうの、なんていうんだっけ、そういうの、用心棒だ、用心棒的な人だね。どこにいるんだそいつは。もうしょうがない、ポールに入りますね。バウンサーはね、よく飲み屋の前で年齢確認の ID をねチェックするためにいるんですよ。超でかい、ムキムキの人が黒人の人が多いですね。これ隣の席が空いてるところを選んだ方がいいのかな。あえて空いてないところを選んでみる。こういうところ怒られるのかな。ちょっと座ってみよっか。あの人、あの子はどこ行っちゃったんだろう。あの子どこに座るの。あえて隣に座らない、座らせないという。何も怒らなかったね。販売担当者っつうのは一体どこにいるんだ。まあしょうがない、まあとりあえずここは映画館はさようならと。さあ帰ってきました。お着替えをしときましょうか一応。こんな感じだっけ、承諾。はい、ってことでですね、一回ご飯を食べて、ハンバーガー食べて、さてご飯とあれ食べたんで動画作成しちゃいましょうか。ちょっとひどい動画だったんだけど大丈夫かな。やはりちょっといろいろ足りなくなっちゃったね、あの失敗しすぎたおかげで。これがクリアしてないのと音響がクリアしてないね。多分これはね、あの本を読んだからクリアしてるっていうだけで、もうゼロが続いてるもん。こんなのなくたっていいぐらいなんだけど、どうなんだろう。あ、これこっちにした方がいいってことか。そうだよね、多分こうした方がいいってことか。あ、違うな、こうした方がいいってことか。違う。あれ、これこうした方がいいかな。はいはいはい。さて、動画はできましたけど、やっぱちょっと失敗が響いたのが痛かったね。これも使ってあげたいけど、そうなんだよね。クリアさせることを考えるんだったら、もうこれとこれ入れ替えちゃうんだけど、まあいいや、今回は。はい。じゃあ、多分あんまり、お、925も出たよ、でも。やっぱり、あんまりやらない動画をやるっていうのもいいのかな？はいはいはい。とりあえず、まあ、作るだけ作って動画公開。ちょ、適当のおざなり感たっぷりだけどね。さあ、睡眠が終わりました。コラボレーターを雇う。コラボレーターを雇うには、その人と親しい友人である必要があり、どこかに2人だけでいる時にコラボレーターになってくれることを頼む必要がある。彼らの YouTuber スキルをよく見て、1人だけで君のチャンネルのためにコンテンツを作れるだけの能力があるかどうかを確認しよう。最初から高い人を雇うってことも可能なんてことだよね、多分ね。ミカエラちゃんを呼んでみる。呼んでちょっと、でもみんな1だよ。適切な関係でないため雇用できません。あ、関係性も重要なんだ。家に呼ぶ。じゃあどうしよう。女の子とコンビは組まないで、それは男の子とやる。適切な、やっぱこの関係になっちゃダメなんだ。ビジネスパートナーという。あ、ゲームのプレイ動画する。はい、いいよいいよ。お金のためなら400ドルもくれんの？すごいね。アライドカンフーのコラボ動画を作る。承諾。はい。で、あともう一人呼べるはずなんだけど、ルームメイトがいなくなったから、誰呼ぼっか。ジュリアスってなんかこれ、特殊な人呼んでみる？あと誰かいたかな？ちょっと見てみようか。この人面白そうな人だったんだよね、さっき話してて。あ、適切な、あ、40位だって。ちょっと待って、18ってなってるね。ちょっと待って、これの順位ライン、デリックさん？この数字がでかければでかいほどいい人ってことだよね、多分ね。一番でかい人は、デリックさんだね。大金持ち。ランキング21位。ちょっと家に呼んで、もうちょっと仲良くなって、なんか、デリックってこれ、男なの女なのどっちなの？ちょっとね、動画でコラボして、あ、ちょっと待ってね。お金につ、何が好みなんだか分かんないんだけど。あ、そうそうそう。これも時間もあるんだよね。
ちょっと話す、はあ、はい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 、デリック面白そうな人だから、はあ、ちょっとこの人キープで動画でコラボ、コラボで新しいやつ、あ、まあ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 、マシなマシなゲームを送ってきてくれたね。はいはいはい。で、全方向性から双方向性に変えて、これでいいかな。ポップフィルターはこれで OK。 はい、じゃあこれにしておきます。はい、さあどうでした。2回失敗したけど、全ては超えてるから、どうだろうね、わかんない、ちょっとうまくいくかわかんないけどやってみます。こうしてこうして、さあ数合わせのためにですね、ちょっと入れざるを得なくなりましたね。ここが失敗しちゃうんですけど、これ入れないと超えないので、まあしょうがない。じゃあこれで多分全て超えてるはず。まあ、最高得点は出ないかもしれないけれども、まあまあまあ、なんとかなったなと、なんとかなったなと。OKOKOK。 じゃあこれで、また待ってて、またパソコンがパチパチってる、修理。これなんかね、第一段階の故障だったら、あの本を読んでさえ置けば、自分で直せるみたい。で、お金に余裕ができてきたから、あとなんだっけ、音源が足りなくて言ってたんだよね。初級の音響技術、1日だって。これ短いから、これやっとこうか。はい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 。じゃあ学習構成ちょっとやっといてですよ。プレゼントあげる。ないもんね。ちょっと待って、この人は？この人をコラボレーターで雇いたいんだけど、適切な関係じゃないって言われちゃうんだよね。ちょっとね、プロフィールを見てみよう。適切な関係でないため雇用できない。この1個上に行かなきゃいけないってこと？でもこの1個上に行くとどうすればいいの？あ、OK、OK。動画、あ、動画撮るチャンスでもあるのか、今。新しいゲームを見て、とりあえず、お、すごいすごいすごい。ただ、これを上げたところでだよ。もう、まだ、ね、そんなないんだよね。もう、とりあえず、お、すげえ、21型かける3。1、450ドルか。ちょっと考えちゃうな。ちょっと安いけどね、これね。じゃあマウスからいってみますか。マウス、ケースとかの方が効果が高いのかな。これもすごい上がるもんね。価格も3倍だが、すげえすげえいいカメラになってる。これは2か。290ドル。ちょっと保留しておきますね。新しいゲーム、あー、これ戻る画面をやればいいだけか。はい、新しいゲームを買ってですね、最新リリース、どうしようか。ジャイアントカタナ、なんかトレンドなゲームはないの？あ、あったあったあった。すげえこれ、安いのにいいゲームっていうね。あと他にはないかな。もう2本か、2、3本買ってもしょうがないんだよね。じゃ届くのを待ちつつですよ。この女の子たちはどっかに多分帰ると思うんですよ。イベントがあるとね。イベント次行った時にこの人だけ呼びますね、ちょっと。じゃ、とりあえずこの買ったものをどんどん入れていく。OK、マウス。ジャック。はいはいはい。で、ゲームできた。じゃあ、どうしようか。この人とコラボをどんどんしていってみようか。いやー、正直さん、今作ってる動画に記録してくれない。もちろんクレジットの名前ですよ。OK。じゃあ、これがあれですね。キャンプ、あの、なんだっけ、キャンプじゃねえや。お手伝い？逆コラボ。なんて言うんだ、こういうの。出張動画作成サービス。あ、これは自分でやる必要ないんだね。自動でやってくれるんだ。はい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 。随分時間かかったね。イエーイ！375ドル。すげえな、美味しい商売だな。こんなんねえぞ、おい。動画でコラボ。まだ体力あるね。今は君と動画を作りたくない。また、なんだ、お前、生意気だな。じゃあ、クララちゃん、ちょっと一緒に撮ろうよ。はいはい。新しく来たゲーム。お、すごい。安いのに優秀だね。人んちのパソコンを勝手に使いやって。3でしょ？これも、新しいやつ買ったんじゃなかったっけ？あ、買ってないだっけ？マイクも？あれ？もう、利用可能パワー31だからね。まあ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 、まだあるから大丈夫か。はいはいはい。さあ、動画的には、成功しましたね。なんか、満天堂なんとかが発売されましたって書いてあるな。
ちょっと待って待って、あ、なんか新しいゲーム機が発売されたみたいなの後でチェックしましょう。動画的には成功はしたんで多分大丈夫だと思うんだけど、さあちょっと合ってないけれども、一通り超えてるで、これを入れれば微妙に超えるはずだから大丈夫ね。はい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 。レンダリングポイントがだいぶ余ってるけど、これがエフェクトが増えてほしいよね。これを増やすためにはソフトを買わなきゃいけないのかな。ちょっとそこわかんないんだけれども、一応全部超えてるんで高得点は出るんじゃないかな。あ、新記録達成、もう1000に見えるぞ。1000目の前。失敗してもまあ逆転のチャンスあるってことだね。プレイ動画を作りたい。わかりました。いいよ。220、なんか安くなったな、随分。満天堂です。ですって持ってたっけ？持ってないかもしれない。ちょっと待って、買い物。お金がすごい！ 1000 ドル超えたぞ。あ、ちょっと待って。そのうちに、今のうちに一応食べるもん食べて、寝ておきましょう。あ、来ちゃった。これをね、まだ買ってないかもしれないんだよね。睡眠。ちょっと寝てもらって、これが、だいたいね、50時間ぐらいは取っとかない。5、60時間はないと、アップロードで、まだ時間もできないから。満天堂デスだったよね。DS だったから持ってるんじゃないかなと思うんだけど、新しい機器が発売されたって書いてあったんで、あ、これだね。じゃあ大丈夫だ。何が発売されたの？あ、プレイステーション3。これ買っとくか。これ買っときますね。もっと新しいゲームできるかも。で、ゲームを選ぶ。Nintendo DS だったらプレイ。うわ、ひどいやつ選んでくれる、くるね。ゲームプレイ動画でしょ？はい。まだあと100時間あるから余裕。じゃあちょっと撮っちゃいます。双方向性じゃなくて単一指向性。OK！ ミスもなく終われました。だいぶ大丈夫。ってことでですね、動画をさっさと作って。さあ、プレイステーション3来たぞ。もう完全、もういきなり着いた途端に女の子がプレイしてるんだけど。なんて野郎だ。俺にまずプレイさせんかいっていう話だけど、はいはい。じゃあこれってこうして、こうする、でこうして、あーし、んー、これで超える、全部。あ、超えてるね。あ、いいねいいね。それでこれでさらに追加。ちょっと編集ソフト買ってみようか。もしかしたらもっと1000超えた。おお、いいね、すごい。でも関心がちょっと低いのはゲームのせいなんじゃねえのこれで、動画的には YouTube からメールを受信した。最新動画、え、うん、検出する。君も飼いならされた YouTuber になってしまったか。どういうこと？ダメ、断ればよかったの？一応満天堂が新しいゲーム機発売、ようこそ Z だって。なんかまずったことをしたらしいよ。あ、この人をコラボレーターで雇ってもいいか。映画のチャンス来たね。映画のチャンス来たから、またあれに着替える。もう、あ、よくよく、またお金入ってきた。レベルが上がった。そっか、今は、人がいっぱいいるから、コラボレーターの打診ができないってことか。じゃあ、ちょっととりあえず映画見に行ってですね、決めましょう。さっと、またここでプレスのためにポーズ。これはなんか意味あるのか分かんないけど、ポーズを取る。こんな格好で来てすいません。来てくれてありがとうございます。はいはい。ホールに入る。さあ、じゃあ映画を見て帰りたいと思います。映画は見てる時間に比例して何かが上がるわけではないので、もうさっさと行っちゃっていいと思うんですけど、この間なんかできることあるのかな？あ、ここでお話できるんだ。映画館で話すのは良くないんじゃないの？この辺で適した服装してる。あ、お前が誘ったんだろって話だけどね。はい、じゃあ帰ります。さあ、お着替えも済んだので、さっきの人呼んでみようか。デリックを呼んで、まずデリックからやってみよう。 YouTuber ランキング見るとデリックが一番上だよね。多分ね、この人もイケてると思うんだけど、それぞれ得意分野があるのかな。この大金持ちとか、これもステータスも関係してるのかもしれないけど、とりあえず家に呼んでみよう。家に呼んで、で、あれ？出ないね。コラボレーターはどうすればいいのこれ。ちょっとわかんないけど。さて、コラボレーターを雇おうかなと思って、この人と一緒に仲良くなろうと思ってるんだけど、全然上がらないので、もういいや、諦めた。ね、買い物に行ってですね、
あ、プリアナちゃんがバイバイだって。残念だね。まだ、あ、まだアップロードしてるのね。じゃあコース続けときます。さあ準備ができたみたい。とりあえず買い物してですね、エフェクトを増やすためのもの、これはね結構あるんだよね。その代わりだけどヘッドホンとかも関係あんのかな。ちょっと買ってみようか。ヘッドホン、携帯電話も買えるんだね。とりあえずこれ買って、じゃあとりあえず買いましたんでこれはいいとしましょう。で、コンソールで任天堂 Z が発売されたので、これも買ってみましょう。お金がやばいのでちょっと仕事をしないといけませんね。で、コラボ動画でコラボ、あ、マジでまた断られたよこの人に。あ、来た。開く。じゃあ女の子呼ぶか。ミカエラちゃん家に呼んで。さあ、ファイナルプレミアアドバンス、あ、増えた。あ、増えたよ。買うべきだったね、早く。ちょっとパソコンがパチパチいってるけど。で、さらにですね、やっぱりカードの数字を大きくしすぎたせいで、シリケトンボになっちゃったね。しょうがないのかもしれないけれども、どっちがいいんだろうね。どうするべきなんだろうか。ちょっと悩ましいところではございますけれども、こうして、こうして、こうして、最後シリケトンボで終わっちゃうな。まあ、しょうがないのか。38、12、一応全部超えてるね。で、これを使ってですよ、足りないところをどんどん補えるわけですね。じゃあこれ効果が高いやつ入れてく。あと31も残ってるもんね。77、あ、いけるいける、結構入れられるね。じゃあ 5にして終わりにしてる。処理、はい。パソコンがやべえ。おー、新記録出た。すごい。あんまり成功、シリケトンボで終わってるけど。広告の注文。ハニーってソニーさんのこと？ OK。ちょっと待って、キャンセル。はい、OK。広告の注文。ハニーを代表して本編を送信しています。ハニー PSP における当社の最新ゲームは買ってねえよ、PSP。買えってことだね。わかりました。なんか、新手の商売だね、これね。修理、あ、金がついにかかるようになった。さあ、PSP がないので、買わないとダメですね。PSP を買いたいんだけど、パソコンの編集ソフトは重要だっちゅうことが分かったんで、もしかしたら、おわ、また来てる、新しいの。購入、ファイナル、ん？ファイナルプレミアカット？ファイナルプレミアプロだね。一回戻る。で、オールコンソールで、ハニー PSP、これ、押し売りだね、完全に。ソフトだけ届けて。で、ゲームプレイをすればいいのね。了解。じゃあ、ゲームを遊ぶ。あ、ゲームを選ぶ。コラボレーターをどうやって雇うのかよくわかんないけどね。ゲームプレイでいいんだよね。はいはい。動画を開始。